高千穂峰は宮崎県と鹿児島県の県境に位置する火山。標高は1574メートルで霧島連邦の第二方日本200名山の一つ。典型的な清掃火山であり、西部に勝つ火山である小鉢、東部に三石の規制火山を従いた美しい山陽を示し、山体は霧島近郊湾国立公園に指定されている。 西方上空から手前が五鉢火山の河口霧島火山群における高千穂盆火山の一行性協会が入り組んでおり、宮崎県小林市、西室片群高原町、宮古野城市の境界部に、鹿児島県霧島市が五鉢西斜面、河口内縁部分として割って入り込む形となっており、北斜面は小林市、南斜面は宮古野城市に属する。なお、 小鉢西斜面内洋沿線とそれにつながる小鉢河口内沿線そのものが宮崎、鹿児島両県の県境となっている。山頂部は宮崎県西諸方群高原町に属する。霧島連邦の第一方である韓国だけが三海中の一方であるのに比べ高地穂峰は都の城盆地ほか平野部から直接望まれ、都の城盆地に しばしば発生する雲海に対し山頂部が島に見えることから霧島の名の由来ともなったとされる。天村降臨神話の地とされており、山頂にある青銅製の天坂鉾が霧島東神社のご神体として崇められている。後神夜の安山岩で構成された比較的新しい火山である。山頂は溶岩ドームをなし、河口が塞がっている。一方、五鉢は、 直径東山約550メートル、深さ約200メートルの河口があり、1913年にも噴火を起こした。に対しは、侵食が進み、河口の地形がほとんど残っていない。登録にある火山湖の池周辺は、ヤイロ町、仏法荘などの野鳥が飛来する。火山活動が繰り返されているため土壌が貧弱であり、特に有史以降も、 活発に活動している五鉢に近い西側は荒地、または草原となっている。北側及び東側は、標高400から700メートルにかけてイ子ノキと、ブラジロガシ、700から1000メートルにかけて、小学うつぎと、水なら、1000から1500メートルにかけて、霧島ひごたいと、西木うつぎの林となっている。標高1000メートル以上の荒地には、宮間霧島や舞ずるが見られる。 南側山腹は標高900メートル付近まで過ぎ、日の木、赤松の人工林が多く、北側山腹も標高800メートル付近まで植林が進んでいる。東側山腹からお池にかけて広がる、一井ガシの林は植林されたものと考えられている。五八火山の加口園と高千穂存、アマテラス大臣の孫であるニニニの見事が、 吉原中国の統治のために降臨した山であるとされ、紀元節の歌にも、雲に、正ゆる高千穂のと愛称された。なお、天孫降臨の地を、宮崎県北部の高千穂町域に否定する説もある。現存する山頂の天坂穂山頂には、二二義の御事が降臨した時に峰に突き立てたとされる、青銅星の天坂穂が立っており、山岳信仰の舞台となった。かつて、 霧島神宮は、近明天皇の時代に、高千穂峰とひつね峰の間の瀬門宮に社殿が建立されたのが始まりとされる。しかし、噴火によって、たびたび消失したため、天略年間には昇空により緑の瀬、倒こせに移される。坂本龍馬が妻を竜とこの地を訪れ、天根坂鉾を抜いたことが、姉を止めあの書簡に残されており、これが、 日本初の新婚旅行とも言われる。新しい年竹噴火の影響でしばらく登山禁止となっていたが、2012年7月15日より解禁された。標高は韓国だけより低いが急な斜面と石が大量に転がっているため、霧島連山中登山するのに最も苦労する。また、馬の瀬付近では五馬地下公園がそのまま登山道になっており、 特に風の強い日などは河口へ滑落する危険が大きい。これらの理由から登山にはトレッキングポールを持参するのが望ましい。小鉢、新しい年岳など、霧島山系の火山活動の状況によっては入山が規制される場合があるので、気象庁の噴火警報、予報、鹿児島県霧島市の防災情報等を事前に確認しておく必要がある。ありがとうございます。